アイテム番号 SCP-666JP-J オブジェクトクラスケテルスラ生ぬるい特別収容プロトコル SCP-666JP-J に関する情報は名状しがたい恐ろしい特性ゆえ担当職員以外には秘匿します。 SCP-666JP-J には1名の不運なレベル3職員と2名以上の悲劇的 D クラス職員を割り当てます。担当の D クラス職員は毎日1回。まがまがしく光り輝く漆黒の SCP-666JP-J を、柔らかい布で恐怖に打ち勝ち磨いてください。説明。SCP-666JP-J はあまりに恐ろしい見た目をしているので文章にすることさえはばかられるのですが、我が命を顧みずあえて表現するのであれば黒いボーリングの玉です。その名を述べることすら恐ろしい SCP-666JP-J は、SCP-666JP-J について表現しようとするすべての人間の行動を監視するという恐ろしい能力を持っています。SCP-666JP-J について表現した人物が SCP-666JP-J を恐れない表現や見下した表現をした場合、狼よ、SCP-666JP-J はその人物の心臓内や脳内など致命的な部位に転移します。ジーザス。これは筆記、口述、電子媒体の入力など、どのような方法であっても再現し、SCP-666JP-J の魔手から逃れる術はありません。SCP-666JP-J は自身を恐れあがめ毎日磨いてくれる人物がいない場合、付近の無作為な人間の近傍に転移します。なんということだ。SCP-666JP-J の蘇生は通常のボーリングの弾と同じです。信じられない。SCP-666JP-J を破壊する試みはすべて失敗しています。なんて恐ろしいことをするんだ。SCP-666JP-J は自身を表現する人物以外には危害を加えません。慈悲深くもなお恐ろしい。SCP-666JP-J は攻撃時と磨かれなかった場合の転移以外では移動能力を持ちません。恐ろしい。SCP-666JP-J の転移は距離や障害物による制限を受けません。恐ろしい。これ文末に恐ろしいって書いておけば大丈夫なんじゃないか。恐ろしい。もう一度試してみよう。恐ろしい。このめんどくさいクソボール。恐ろしい。